こんにちは。やっほー。こんにちは。よいしょ。やっほー。カメさん、リスありがとう。福ちゃんお疲れ、猫ありがとう。どうも。しんいちさん、カッパイスありがとう。今日はお仕事に行く前に髪の毛をアイロンしてくる、向かうぜ。おはよう、こんにちは。ひろっちさん、きのこ10個。しゅんさんお疲れ、ありがとう。たです。あ、前髪切るんだった、忘れてた。前髪を切らなきゃ伸びてきてた。切ろう。やっほー、こんにちは。どこまで読んだかね。あっちゃさん、かわいい3個。しんいちさん、きのこ。しゅんぼうさんお疲れ。くろさんお疲れ、ありがとう。今日は、いや配信に行くわけじゃないですよ。別のお仕事に。今日は配信もあるけども、今日は今から行くのは配信のお仕事じゃなくて違う仕事です。配信もあるのでぜひ見てください。だけど今からは違うやつ。かまちゃん、カッパイスありがとう。配信に行かないと会えてないけど、今から行くのは違うよって話です。こんにちは。何をするんだろう今日の配信。結局一体何なんだ、何もわからない。今日は夢でリコチが米田コーヒーに向かってる夢見ました。よくわかんない夢見た。モーニングだって言ってた夢の中で。こんにちは。今夜はバーベキュー。わあ、バーベキューなんですか。いいね、いいですね。なんかね、よくわかんない夢だった。ビヨーン。こんにちは。今日朝早いと思ってたのに早くなかった。昼からでした。コメダ最近行ったのは2ヶ月ぐらい前に行きました、ソルハさんと。サラダ食べました。なんかね、前川公園前に他の用事があって早く終わっちゃったから時間つぶしで行った。こんにちは。お風呂、具合悪くなりました。昨日半年ぶりぐらいに湯船使ったら具合悪くなっちゃった。長居しすぎてむくみを取ろうと思って長風呂したら
顔が紫になって気持ち悪くなったから、もうやっぱシャワーが一番いいなって思いました。危険危険。そう、なんかね、お風呂でゆっくりしたいんじゃなくてむくみを取りたかったんですよ。だから限界までいようと思ってお風呂で室並べとかしてて、室並べしてましたね昨日ね、夜配信前ゴールデンベッドタイム時並べてた。でも10分ぐらいです、10分ぐらいしか入ってないけど、普段入らないから体がねびっくりしちゃってすぐのぼせた。沖縄の時にもらったシークワーサーのジュースと炭酸水で水分補給した。さっぱりしました。高見さん、カップアイス10個ありがとう。そう、多分温度が高かったんだと思います。温度高かった、なんとなく昼配信すると思ってた。そうだよ、今日昼配信するよって昨日配信で言ったっけ、メールでも書いてた。予約済みでした。しんいちさん、カップアイスありがとう。あ、いいね、体を畳まないでいいお風呂。足伸ばしたいと思ったもん昨日。もっとなんかあのさ、温泉とかにあるブクブクのお風呂に入りたい。電気風呂なんかブクブクするやつ入りたいと思った。実家の時はお風呂はシャワーでした。私あのお風呂のねお湯怖いからあんま入りたくないんですよ、湯船だから怖いんだよね水。だからシャワー派です。あー前髪切らなきゃだな、やだな。ゼータンありがとう、こんにちは。国税庁と法務局、もう難しい名前だ、気をつけて行ってきてね。寝れましたか？うん、熟睡です。夢は見たけど熟睡でした。でも遅寝でした。2時とかに寝た。ラブ&ベリーしてました。眠れなすぎてラブ&ベリーしてパルムの新作アイス食べて寝た。マチャルさん、お断りです。クロさん、紫キノコありがとう。今日も朝から稲刈り、お疲れ様。えらい、今日も暑いよね絶対。服装どうしよう、まだパジャマどうしようかな、何着てこうかな。リバティエイジさんの服着てこうと思ったけど今日私服なのかな分かんなくて、一応ちゃんとした服を着てこうと思って、なんかおしゃれワンピースとか、リバティエイジさんの服でもいいんだけども、ワンピースとかの方がいいのかなってなって悩んでます。でも個人的にはコラボ服で行きたいけど、写真も撮りたいし悩み中。クワドリさん、ハート。しんいちさん、ハートギフトありがとう。東京雨、なんか最近さ広島が雨降ってる時東京晴れてるし、そうじゃない時は逆だよね。いつも逆だ、ここ数日逆だね。アイスモナカ、チョコモナカジャンボは好きです。サクサクしてるモナカなら好きです。ケンジさん、お断りです。お断り。前髪前髪前髪
こんぐらいにしたろうかな。もう週に1回切ってるのに伸びてくる。東京の天気が時間差で東京に来るよね。そうだよね、東に流れていくもん。台風もそっちへ向かっています。中田さん、レインボースターありがとう。ヨーロピアンシュガーコーンはもう買わないようにしてます。食べ過ぎちゃうから、箱で食べちゃうから、もう2年ぐらい我慢してます。買ったら終わり、もう食べきっちゃう。最近はアイスをねなるべく減らせるように頑張っています。体にねちゃんともっと栄養とかね、お野菜とかも食べてアイスも食べれるように。あとね出費しちゃうからね我慢してます。こんにちは。そう、箱は買ったら終わり、食べちゃうからね。実家だったらねいいんだけどね、実家にはあるんですけど箱アイス、それでも食べ過ぎちゃうから一人暮らしは危険です。気をつけてください皆さん。ついにアイス専用のスプーンを買ってしまった。え、私の家はもう6個ぐらいあるから大丈夫だよ。アイス専用スプーン6個ぐらいある。でもパセリがいつも食べるのさ、チョコモナカジャンボとかだからスプーン使ってないんだよね。全然使わなきゃ。パルムとかさ、ピノとかジャイアントコーンとか、もうスプーン使わない系アイスを食べ過ぎてて、スプーンがね出番がなくて。ピョーンピョーン。実家だとあのお母さんが買ってくるから、自分で買ったものじゃないから食べちゃダメっていう意識が働くんですよ。ちゃんとみんなで分けなきゃって。あとバレるっていうね、バレたら怒られるからちゃんと我慢できるけど、一人暮らしはさ、アイス買っても誰にも怒られないし、食べても食べたらもうなかったことになるじゃないですかね。だから危険、ダメです、注意です。ねえ前髪しょっちゅう伸びてくるよ。そう、食べたら一箱食べきったらさ、食べたのと食べなかったのともうほぼ一緒じゃん。存在しなかったことになるじゃん。誰にも知れずに人知れず消費されたアイスクリームじゃないですか。でも実家だったらお母さんにも妹にもさ分けっこしなきゃだからダメです。お母さんアイス買ってくれるけど、お母さんアイス食べないんですよあんまり。で妹もそんな甘いもの食べないんですよ。だから私が実家に帰るとアイスが一気に減っちゃうの。この前もさ2日ぐらいしか滞在してないのにアイス平らげちゃったもんね、冷凍庫の中本当最悪なんですよね。カツオさん、レインボースターありがとう。そうよ、体には蓄積されていく。そう、私と私の体しか知らないそのアイスの存在、だから買わないっていうのが一番いいです。箱アイスは食べちゃうからね。我慢できる人は買ってください。私はもうそれで激太りしたので我慢中です。クックさん、カップアイス6個ありがとう。クロさん、ろうそくありがとう。そう、冷凍庫のお掃除は私にお任せ。なんかさ、前髪とともにここも切らないといけないんですよね。これを切りすぎると終わるじゃん。頑張ろう今日も。
こう斜めに切ることをねいつも頑張ってこうちゃんとこう添えるように、顔に沿わせるように斜めに切るのがポイントです。こっちもここが長いですね。ここを切ってシュッして、ここもちょっと切って切ろう。でも長めも今のやつも結構いいかもしれん、自分的に。どうだろう、分からん分からん分からん。鏡で見るのとさ客観的に見るの違う、分からん。どうだろう、おみかんさんありがとう。ね、切りすぎないようにする。昼配信珍しい。そう、毎日してるけどね、ほぼ毎日してるよ。特に8月9月は毎日のように昼配信してます。昨日もした。8月9月は昼夜としてます。ツアーがねあるとできない。ホテルとかさ同部屋だったらメンバーの生活に合わせてできないというか、短い日もあるのでできる時にするスタイルです。アイメイク変えてない、マスカラ塗ってないです。まだまつげパーマが落ちてきててね、本当に最悪なんよ。うん、今行きたいけど今行くと大阪で落ちちゃうからどうするべきか悩んでます。こんにちは。7月あたり学校に遅れながら昼配信を習慣になってました。確かになんか遅刻中ですってコメント来た記憶ある。そう、名古屋城13時からです。9月18日のイベント13時から30分出演します。いや、まつげね、違う、前から見るのと違うよ。みんなが見てるまつげはこういうまつげ、先月パーマをかけたまつげです。私に見えるのは先月パーマをかけた後に生えてきた短いこういうまつげだから、前から見たらこうだからこう上がったように見えるけど、横から見たらここから出てるんですよ、短い新しいまつげの新芽が出てて、こうこれと二重にこうなってるんです、上がってるのとまっすぐと。それが気持ち悪くてね、今困ってる。今汚いんです、やだね。新芽。カツオさん、レインボースターありがとう。まつげ、まつげ、そう、だから定期的に3週間に1回行ってるけど、まだ2週間しか経ってないのに生えてきてて、まつげ美容液の効果が出すぎてて困ってる。だからマスカラ今日塗ってないんです。マスカラを塗るとこの子さんまつげなんて言うんですか、古株まつげ、あのそういう千獣まつげ、千獣まつげにもつくけど、その新人の新芽まつげにもついちゃうから、なんかまつげがすごいことになっちゃって、そうで昨日がそれだった、昨日か一昨日ぐらいがそれで、そしたらさ目のここにボリュームがつくから、あ、一昨日だ、一昨日がそれだったんですよ。だからなんかね目がけばくなって、ちょっと
好まないメイクになっちゃって、やだね。バラちゃんありがとう。まつげ伸びます。まつげはなんかすぐ抜けるんですよ。だからね、まつげ美容液を毎晩毎晩お風呂上がりに塗ってるからすぐ伸びるの。そしたらさ、すぐ伸びるからまたこういうのが始まっちゃって、こうなっちゃってね。でも生えてこないとまつげ剥げてくんですよ。私2年ぐらい前にまつぱいた時に、まつげがありませんって、まつげが少なすぎます、だから美容液を塗ってちゃんと日々ケアをしてほしいですって、そのまつげパーマの店員さんに言われたから、コツ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 こうやって塗ってね、育成してます。そうだから一生なんていうか、こういうのいたちごっこ、ずーっと同じのが繰り返されてくる。だからみんなもしまつげ生やしたいなって人がいたら美容液塗るといいと思います、お風呂上がりに。まつげってすぐ抜けるじゃん、こことかによくつくじゃないですか、喋ってる時とかについてたりするじゃん、まつげ。こんにちは。2000連続1枚も出せずにバースト、それはそれはもう運だね。もう1並べってさ、手札次第だもんあれって。でも私もこの前全部エースコンプだったから、エースとキングコンプだったから、負けずに頑張ろう。コツコツ。しんいちさんハートギフトありがとう。逆まつげ、私も逆まつげですよ。でも伸ばしてきたら、え、これさ、下まつげ伸ばしたら重さで勝手に下に行くようになりました。もともともっとこう目に入ってたけど、伸ばせば勝手に垂れてく。桜みたい、なんかそういうあるじゃん、しだれ桜みたいな、勝手にこうやって枝がなってくから。伸ばしてみるのもあり。カードの育成も頑張って七並べのカードの育成もまつげの育成も頑張って育てましょう我が子。そうなんだよね、悪い手札でもさ、急にトンネルとかしてくれたら意外と勝てる時あるね。コツコツ。何着てこう。髪の毛はもう今日メイクさんにしてもらうから、もうとりあえず寝癖さえ抑えられたので OK って感じです。何着よう。今はパジャマ、パジャマです。どうしよう。こんにちは、お疲れ様です。そうなんだよね、手札さ、なんか私が6持ってる時にトンネルとかされると、6持ってるじゃんって言っちゃう6持ってるのにって声出しちゃう。でも相手には聞こえてないからね、仕方がない、仕方がないんだ。オフショル、オフショル持ってないな。オフショル今年流行ったのかな、あんま見ない気がする。去年とか多かったけど。わかる、すぐミスしちゃう、すぐバーストしちゃうの一並べ。火曜日のルビーさん、クマありがとう。クマ、俺以外の3人結託してる？それはないな。
それは思ったことないな。こんにちは。髪の毛切りたい。毎日ドライヤーやだよ。ジョーカーで上がってしまって反則負けしてしまった。あ、あるあるだ。久々七並びあるあるだね、それは。ジョーカーの存在忘れちゃうもんね。しかもさ、ジョーカー出せるって時に違う人がさ、バーストとかしてカードがポポポン出てくるじゃん、バーストしたら。あ、もうジョーカー使えないみたいな、急に不利になったりする。やめてよね。メンバーは忖度、今全然忖度してもらえませんよ。忖度されそうになったら、あの、なんかパス持ってるのにパスとかしてきたら私もパスするし、忖度、今はさ1イベントやってるから、1位の回数競うイベントやってるからか分かんないけど、ファンのみんなもガチだし、メンバーの焼肉かかってるからかみんなガチだから忖度ない、あんまり全然ないな。私も忖度でもしなくて大丈夫だって、なんかさ忖度で勝っても嬉しくないからね。みんなもガチで並べてください。ガチで勝とうよ。嬉しいけど、ありがたいけど、気持ちはね、気持ちだけもらいます。え、わかる。なんか3人残ってて、私はこっちを出したら抜けれるけど、もう1個を出したら相手が抜けちゃうみたいな時、 B さんのターンで B さんが こっちの手札を出せば A さん勝つし、こっちを出せばパセリが勝つって時に、賭けの時あるじゃん。お願い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 って時は大体負ける。負けちゃいます。ガチで行こう。メンバーのバースト見るのは悲しいです。私めちゃくちゃバーストしちゃう。最近は1位と4位を行ったり来たり、4位になったらお先に失礼しますって押してバイバイしてます。バイバーイ。こんにちは。逆にメンバーに気を使われる、どういうこと？え？メンバーが気を使ってくれるんですか？優しい。やさぴ。うん。前髪毎日やらなきゃだから。なんかさ、毎日思うけど、カードをスキャンしたら髪の毛作れるようにしてほしい。チャランってやったらピューンってなって髪型仕上げてほしい。ちょっともうね、面倒ですよね毎日。カツオさん、レインボースターありがとう。そう、ラブ&ベリー、昨日の夜久々にラブ&ベリーしてね。あのね、DS のラブ&ベリーは2回勝って2回とも好成績だったらもう1回遊べるんですよ。おしゃれ魔女検定1級になったらもう1回遊べるですね。だからそれで昨日3回できて、3試合できてね、3個ともいい感じで終われて、しかも可愛いコーディネートが組めたんですよ。だからウキウキでした。私のお気に入りはアイドルステージなんですけど、
可愛い服があって、着せ替え感覚ですね。ラブ&ベリー、音ゲーじゃなくて着せ替えゲーです。あれは着せ替えで得点が低かったらもう勝てることはほぼない、8割もう負けなので、服装、ラッキーカラーに合わせた服装と TPO に合わせた服装を選べばもう勝ち、タンバリンがいくら下手でも勝ちタンバリン一回も叩かなくてももう勝ち。カードをね、番号順に並べたいよ。だからもう余裕で見つかるようになりました。そう、虫キングの横にあるやつ、そうです、それです。なんか最近虫キングのガチャガチャが出たらしい。ラブ&ベリーは出てないのに虫キングはガチャガチャがあるんだって。ガチャガチャ、ガチャガチャしに行きたいな。欲しいやつがね、あったんだよね。パッ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 、ね、そう、多分虫キングと同期、同時に消えた、さようなら。気づいたらゲームセンターから消えてました。だから DS でやってます。お寿司のガチャガチャ、ヘアピー見つからなかった。あれはナムコだっけ、ナムコのゲームセンターにしかないって言ったから、ちゃんと行ったんですよ。その違う、なんだっけ、あれモーリーファンタジーだ、モーリーファンタジーのゲームセンターにしかないっていうけ、モーリーファンタジーが入ってるショッピングモールまで行ったのにもう売り切れてて終わってたから、自分ではできなかったと思ったら、あの PR 舞台のお渡し会の時にファンの方が頭につけてましたマウント取られました。そう、最近はね、たまごっちのガチャガチャがすぐなくなるそうです。すぐ完売だそうです。こんにちは。攻略本、攻略本があったの。空のカプセルは捨てます。なんかリサイクルみたいなやつが最近ある、ガチャガチャコーナーに、ここに入れてください、リサイクルしますって。ね、たまごっち、たまごっちもね、今なんか第3弾か2弾か人気だからね、どんどん出てるんですけど、前回の時は東京駅も見に行ったし、いろいろあちこちショッピングモールとか見に行ったけどなかった。たまごっち、パルコとか、あの広島の大きいガチャガチャのお店とか、アニメイトとか行ったけどなかった。こんにちは。この前本通りにね、あのなんていうっけ、ゴミ袋で使う系の透明の大きい袋あるじゃないですか、ポリ袋、なんていうのあれ、わかる、大きいゴミとか入れれるような、30ml、違う、30リットル、30リットルの袋にガチャガチャのあのボールを大量に持って歩いてる人がいて、二度見してしまった。30リットルの袋あるじゃん、100円ショップとかで売ってる、あれにね、ガチャガチャがいっぱい入ってた。家で引くのかな、それともどこかへ売ってしまうのですか。やめて、それで完売になるのだけはやめて。わかんない、中身があるかわかんないけど、遠目で見たんですよ、えっと思って、めっちゃカラフルな袋持ってる人いるなと思ったら、二度見したらガチャガチャと、
保留なのかな、補充であってほしい業者の方かな、どうなんだろう。本堂で歩いてました。こんにちは。ポケモンに向かって投げる、あ、サトシだったとか、ポケモンマスターか。あー確かに空のカプセルの回収、そうかも、そうかもしれん、ありえる、大人がい、それもありえる。誰も答えは知らないこの話こんにちは。今日は1時までしたらもう準備しなきゃ、服決めなきゃ。いやー、夜も配信しますね YouTube。 何時まであるんだろうね YouTube、 わかんないですね。プチドラゴンのガチャガチャ、プチドラゴン、20時からでしょ、どうかな、何時かな。何があるんだか、発表は、発表は何があるんだ。中学生？わかんない、研究生がいるのか私たちも知らないんですよ。お仕事行くとき誰がね同じお仕事か知らない。私は知ってる、なんか人によってメンバーも来る人もいるけど、私は毎回わかんないから、今日も誰が出るのかとか、何も、全員がいるのか研究生もいるのか何もわからん。ファンの皆さんと同じ情報しか知りません。20時から配信っていうのしか聞いてない。謎に包まれてます。ね、そうなんだよね、サムネが全員いるんですよ。そうなんだよね。髪型を団子にしてみて返せられるか。そうだね、沖さんみたいにちょっとここで2個お団子とかしてみて、ちょっとその髪型やめてくださいとか言われたらあ、これなんかあるなってなるけど全員いるのかな、どうなんだろう、わからん。サムネにはいます。 YouTube のサムネは全員いました、研究生も。わからん、どうなんでしょうか。なあこさん、小判ありがとう。かき氷が作れるガチャガチャ、え、どんぐらいの大きさですか。こんぐらいってこと、氷入らんね、一粒の水とかで凍らせるってこと。そう、大阪公演は正規メンバーしか出ないから、正規メンバーのサムネでもおかしくないのに研究生がいるって昨日コメント欄で教えてもらって、ああ、そう、確かにおかしいなって思って、それはおーって、なんかみんないろいろ推理してるじゃないですか。で、私は何も頭が働かないからって思って聞いてるだよ、昨日からね、みんなのコメント見て、ああなるほどねって、そういう見方もあるのねと思って見てる。でも何も正解が分かんないから待つしかない、今日の夜を。何なんだ。陣内さん、カップアイス10個ありがとう。こんにちは。
そう、あのね PR 舞台の画像でこの前名古屋だっけ、え、東京？名古屋だよね。名古屋の全国ツアー PR 舞台の披露ないのに PR 舞台のサムネだったこともあるから、サムネがこれだから絶対あるとは限らないですよ。まあ、YouTube だけど今回限らなくてサムネはサムネって割り切る考えもある、まあ、STU のグループみんな48人だしねっていう見方はあるから、もう分かんない、何も分かんない関係あるのかもないのかも分かんない。研究者の連絡先知らないから今日お仕事一緒かも分かんないし、なんとも分からん。だからみんな夜20時から YouTube 待機しといてください。正座しなくてもいいです。体育座りでも椅子に座っても何でもいい、もう布団に寝転んでもいいし、あぐらかいててもいいから。配信は無料だと思います。有料だったら多分みんなもうこれ以上配信ね、いろいろあるからみんな見れなくなっちゃうから無料と思います。逆さずりで待機します頭に血が昇って見れんかもね。そうなんだよね、20時から中学生無理。でも中学生は 2.5 期と3期にしかいないです。だから1期と2期にはドラさんにもいないから、それだったら正規メンバーなのかなとも思うけど、わかんないね。ね、中学生あと中学生そんな多くないもん。 2.5 期もノアピリオツ、3期はもういっぱいいるけど、サコちゃんは JK です。サコはもう高校生だからみんな子供扱いしてるけど、もう JK だからね。すでに24人が待機してる、やば24人の人もう待機してるんですか。まだ昼の12時半だよ、早っ。正座してんのかな、足しびれないかな。はや、え、だって今からさ配信待機して最善とかじゃないじゃん、フェスみたいに。早っ、びっくり。早いな、お疲れ様です。あ、その場にはいないのか、開いてるだけか。電気代かかるよ、みんなみんな節電してね。カメラアングルアップなのかな、こうやって見上げられるのかな、最善みたいに。あ、タブ放置でもなるのか、待機中に。それだったら大丈夫だ、仕事中とかかもしれない。あ、寝落ち寝てんのかな、すやすやしてんのかな。寝過ごすなよ、怖いな。なんだろうな、発表本当に大阪のなんかセンター決めるみたいなやつなのか、なんなんだ。待機28人に増えてる、あら4人増えた、ようこそ。こんにちは、
あと7時間。ひゃー、なんなの。パルムのアイス食べましたよ。栗だった。栗って感じでした。カレーパン、わあ、カレーパン、あのセブンのさ、お店で揚げたカレーパンを食べてみたいなと思って、もう食べてない、ずっと食べてみたいなっていつも思う。あとなんだっけ、もう一個マラサダみたいな、マサラダみたいなやつあるじゃん、セブンのカレーパンとともに。あれも美味しそうやなと思っていつも見るだけ。また夜にね、また夜配信で会いましょう。セブンのカレーパン美味しいよ。本当？食べたい。月見、あ、今日からだよみんな、月見バーガー。そうだよ、なんかね、昨日月見バーガー前夜祭っていうタグがあるっていうのをメンバーに聞いて、なんだそれってなったの。なんなんですかあれは、どういうこと。そんなにさ前夜祭とかがあるほど、じゃあ私も誕生日の時そんな前夜祭とかしたいよ。すごいと思って検索しなかったけど、すごい。私期間限定とかもねあんまり食べないタイプ。また今度って、撮影とかなんか顔が映るお仕事が終わったら食べようと思ったら終わってるタイプ、出遅れるタイプです。去年はねケンタッキーの月見食べたけど、ギリ間に合ったけど、一昨年は人生初月見でマックの月見を半分こして食べました、ソラハさんと2年前。で去年は一人で月見ケンタッキー食べて、今年は食べるよって今んとこなし。なし。ツアーとかあるけ、カメコもあるけ、それが終わるまでは我慢って感じなんですけど、もしかしたら終わってるかもしれん、その頃には。いっちゃんラブレターありがとう。チキンクリスプ、チキンクリスプ大好き。今ねチキンクリスプがクソリップに見えてね、えと思ってね二度見してしまいました。えってなった。チキンクリスプでした。私も中学校の頃から一番好きなハンバーガーチキンクリスプ。いっちゃんお疲れありがとう。パーコが好きなハンバーガー、チキンクリスプ、安いから当時は100円とかで買えたんですよ、中学生の時。私お小遣い制じゃなかったからさ、お年玉からやりくりして生きてて、だから安さ重視でした。チキン確かに臆病チキンね。しんいちさん小判ありがとう。チキンクリスプ5年後にはどうなってるかな、残るといいな。メニューたくさんあるからさ、きっとね、どん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 増えれば減っていくと思うけど、ずっとあるといいな。値上がりね、やっぱ仕方がないね。長谷川バーガーどうだろう、月見とかあるのかな。長谷川バーガー人生で 1,2 回しか食べたことないよな。佐世保じゃないけんね、あんま食べる機会がなかった。あんまお店がなかったです、地元に。佐世保バーガーの、
佐世保に行って水族館に行った時に食べた、ちっちゃい頃。あんま食べない私の地元は。アシーさん、カップアイスありがとう。ダブルチーズ。見上げ。やっぱね、地元の人は、まあ、地元のもの食べないんですよ、きっと。いつでも食べれると思って食べないんだと思う。私はもみじまんじゅうは家族に買って帰ることあるけど、日常でスーパーで食べるかって言ったら食べない。食べるけど、あの実家帰るときは一緒に食べるけど、お土産を食べるけど、日常的に毎日食べてるかって言われたら食べてないかもしれない。新商品とかで気になったら食べるけど、もう短すぎて。また今度でもあるよなって思っちゃう。長崎にいた頃カステラもそんな食べなかったです。でも分かんない、いいとこの子は食べてたかもしれない。私の家はそういうお中元とかお歳暮とかを送り合うそういう風習あんまなかったからかもしれない。いいとこの方とかやったらもらえたりするかもだけど、あんまり。広島在住の兵庫県の子、そうだよ、私よりも広島在住の兵庫県の子が食べてる、毎日食べてる、3袋も昨日は1袋とかだったけど、3袋とか食べてる、3切れ。割ときびだんご食べる。すごい、岡山県民。人によるのかな、やっぱ。私は全然地元のもの、ちゃんぽんぐらい地元のもの私ちゃんぽんさ、めちゃくちゃ宣伝するじゃんこのルームで。でも本当に食べてるんですよ昔から。ちゃんぽんぐらいですかね、ご当地グルメでよく食べてるの。長崎で一六タルト、一六タルトのさ栗入ってるやつ美味しいよ、美味しい。名古屋だけど手羽先は何年も食べてない。うん、やっぱそういうもんか。そう、カステラの切れ端とか。そうなのよ、スーパーに行ったらさ安く切れ端買えるから、なんかちゃんとしたあの売り物のカステラを食べることはないね。ないよね。人生でリンゴ買ったことない。私も長崎いた頃はビワ買ったことなかったです。ビワはおばあちゃん家の畑でもう余るほどあって、カラスに食べられる前に早く食べなさいみたいな。いちごも食べた、買ったことなかった。いちごはご近所さんが、おばあちゃん家のご近所さんが形のね、いびつなやつ、出せないやつを、売り物にならないってやつをくれてて、いちごもね、広島来て初めてお値段見てびっくりした。いちごとびわ、そう、くれる。そうだよ、今思ったらさ贅沢だよね。だってなんかいちごのなんか三つ子みたいな、こんなこんぐらいの大きさの横長とか縦に長いとか、逆にこんなちっこいみたいなのもいろいろあるけどさ、味はめちゃくちゃ美味しいの、甘くて。なのに譲ってくれて
るですね。物々交換してます。おばあちゃんたちはよく誰々さん中にこれもらったからこれあげなきゃ。きびだんごはお供にされたくないから食べないぜ。確かに食べたらお供になっちゃうもんね。鬼退治に行かなきゃ。ちょっと厳しいかも。私役に立たんかもしれん。鬼退治すぐ疲れるし鬼退治向いてないので誘わないでくださいね。皆さんきびだんごくれるって言ってもちょっと断ろうと思います。アイスならちょっと考えるけど、ね、鬼退治ちょっと船酔いするし、鬼ヶ島行くまでに船酔いするからちょっと足手まといかも。だから誘わないでください。勝手に行っといて勝手に退治してもらってで喜ぶ時だけ混ざるね。イエーイって。割に合わん。そうだよね、命がけで行くのにね。あ、報酬の交渉ね、ちょっと大事かも。え、パセ泳げないんだよね。25メートルしか泳げないから、25メートルぐらいの距離にあれば行けます。鬼ヶ島よろしくお願いします。あとサメとかいない水だったらいいです。なんかそういう危険な生物とかクラゲとかがいなければ行けます。行けるよ。鬼がイケメンだったら、人間誰しもがイケメンを好きと思わないでほしいですね。絶対かな。だってさ、アイドルだったら行くかもしれない。鬼がめっちゃ有名なアイドルが噛まれて鬼になっちゃってみたいな。鬼滅禰豆子かな。こんにちは。鬼って性別あるな。確かにそうだよね。ツインテールの鬼とかいてもいいか。あと鬼ってみんななんかここにしか髪の毛ないけど結んでもいいと思う。可愛いと。鬼ねえ、今日も湿気あるのかな。髪もさもさすぎる。あ、今日みんなからもらったショールームのアイスもらえるかもしれん。ショールームアイスギフトもらえるかもしれんのやった。そういえば楽しみだ。また紹介しますね、配信で。ありがとうございますってお礼伝えます。やったやった、ついに来る。今思い出した。鬼退治こんにちは。ねえほら、あ、扇風機つけてるからじゃん。湿気とかじゃなかったです、自分のせいでした。ずっと髪が広がるなと思ったら扇風機だった。ふう、昼休み終わるよね。私もそろそろお仕事行く準備いたします。じゃあみんな午後も頑張ってください。頑張ってね。壇上よも。13位ソーリーさん、12位マー君、11位ビッグウェーブさん、10位ズーシミさん、9位しんちゃんさん、8位ジョノラゴさん、7位麦田ピポさん、6位クワドリさん、5位カツオさん、4位アッチャさん、3位ゼータ、2位火曜日のルビーさん、1位中田さん、ありがとうございます。それでは
準備したいと思います。またね。もそもそやだ、アイロンしたのにね。みんなも湿気と熱中症といろいろ気をつけて過ごしてください。バイバイ。